深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さあ、この番組は福岡県のさまざまな取り組みを深く掘ってご紹介する、その名も深掘り福岡県。さて、深掘り福岡県、今回の深掘りワードはキャッシュレス決済です。交通系電子マネーとか〇〇ペイとかですね、いろんな種類がありますけど本当に便利ですよね。いや、買い物の時僕もね結構利用させてもらってますよ。で、このキャッシュレス決済、便利なだけではなく新型コロナウイルスなどの感染リスクを減らせる点からも注目が集まっているんです。新しい生活様式の一つとしてこれから積極的に活用していくことが求められているんです。そこで今回はキャッシュレス決済を活用している現場を取材して、利用者とお店それぞれのメリットについて深掘りしていきます。さて、今回のリポーターはこのコンビ、坂口くんと宮島くん。今日は鹿山くんはいないんだね。2人で大丈夫ですかね。心配ですけど2人とも深掘り頼んだ。深掘り、こんにちは。こんにちは。九州大学芸術工学部の坂口と宮島です。今日は博多丸井さんに来ております。来ましたね。さて、今回は丸井さんの中にあるドーコレ福岡商工会ショップさんでキャッシュレス決済を体験してみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、お深掘り。それなんかいろんな商品が置いてあります。なんかいっぱいありますね。ありますね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ドーコレ福岡商工会ショップの伊勢里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。深掘り。ドーコレは博多駅から徒歩3分の博多丸井2階にある福岡県商工会連合会が運営するアンテナショップです。地元で人気の商品、生まれたての商品など他では見つけることができない隠れたいいものを新発見できるお店となっています。深掘り。キャッシュレス決済を導入したきっかけは何ですか？博多駅周辺ということでキャッシュレス決済が増えてきたということと、キャッシュレスを使いたいというお客様の声に対応させていただきました。現金のやり取りがなく素早く決済が完了します。そのため接触が少なくなるので感染リスクが少なくなるのがメリットです。お財布を持たなくていいですとか、携帯さえあればいいから気軽に買い物ができるねと喜ばれてます。支払いがスピーディーになってレジでのやり取りもスムーズに進められるようになりました。比較的中高年代のお客様の方が今は多いような感じです。あ、そうなんですね。はい。深掘り。ここでキャッシュレスクイズを行います。キャッシュレスクイズ。キャッシュレスクイズ。はい。あ、これはしっかりとしとる準備万端ですね。深掘り。さあ、始まりました。キャッシュレスクイズ。イエーイ。はい、はい。メリットとして、はい、次のうち、はい、誤っているものは、誤っているものね、銀行なので現金を下ろす手間が減る、支払い履歴が残らない、接触がないので感染リスクが低い、インバウンド需要の取り込みにつながる。インバウンド事業。え、ちょっと待って、え、そう、え、ちょっと待って、せーの、2番です。あ、2番。あ、やっぱり2番。履歴が残るよ。履歴が残らなかったら返品とかそういう時も困るしね。誤ってるのは2番だと思います。なんか4番がちょっとよく分かんなかったんで、インバウンド事業、インバウンド事業がちょっとよく分からなかったけど、でも、まあ、こっちは、まあ、ね、絶対違う、絶対違うってことで、はい、2番です。おお、だった、まあ、だった。常識問題ね。常識やね、これは。キャッシュレス決済は自動家計簿などによりお買い物の消費履歴の管理が簡単になるというメリットが。第2問いきます。はい。日本のキャッシュレス決済の比率はどれくらいでしょうか？キャッシュレス決済の比率、クレジットカード払いとかも入るんですね。入ります。何パーセントでしょうか？細かく書いてください。細かくですか？でもドンピシャ、ドンピシャで書いてください。せーの、 83.6%。 60%。 え、細かく5人家族で、まあ、俺とお母さんとお父さんが使ってて妹2人は使ってないから、まあ、5人中3人使ってるので 60%。 狭い、お前の世界。俺はバイト先結構なんかペイペイが多くて、領収書とかにペイ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 現金みたいな感じだから、まあ、でも結構高めに設定しました。正解は 26.8 です。まあまあ俺の方が近いな。いやいやいや日本ではこの比率を2025年40%、 そして将来的には 80% まですることを目標としています。ですが2019年の調べではまだ 26.8% まで。ちょっと意外ですね。
俺はちょっと未来におったんやね、多分ね。キャッシュレス決済は支払いのタイミングが前払い、即時払い、後払いの3つに分かれています。はい、はい、この中でキャッシュレス決済の1つであるニモカとかスモカなどの交通系電子マネー、これはどれに当てはまるでしょうか。前払い、即時払い、後払い、この3つのどれでしょうか。はい、せーの、ね、前払い。え、ピッてしたらその金額だけ引かれるから、なるほど、その時じゃない、その時払いかなと思って即時払いしました。にもかとかに、ま、チャージをする段階がもうそこが支払いと思って前払い、でそこからま減っていくから。正解は前払い。おーい、くさ。前払いの電子マネーはチャージした以上は使えないので、まあ、使いすぎが心配というふうにおすすめの。考えが甘いまだ。うん、まあこれでね、いろんなこと知れたから。そうだね。深掘り。じゃあちょ実際にキャッシュレス決済してみようか。今日それでは行ってみよう。深掘り。さっきから気になってたんだけどさ、サッパーっていう。こちらはですね、はい、そのまま見た通りザ・サバというサバの燻製になります。ああ、もうそのままなんですね。はい、ザ・サバってね、ローコレの売り上げナンバーワン。これじゃもう買おう。あ、もうこれは買おう。これは買おう。これは買おう。はい、玉ようじも中に入っているので開けてそのまま召し上がっていただけます。はい、他に何かおすすめのとかありますか。のりあられですね。あ、のりあられ、まあ、ご飯の方が人気ナンバーワンの商品になります。ご飯にもパンにも2人の商品です、ね、これはもうちょっと、はい、ぜひぜひ買うしかない。これはお土産を買いたいんですけど、アキラさんにうどんに合うものとかってない。あ、そうしますか。牛すじ煮込みうどん、俺も大好きです。ご飯に乗せてもいいですし、そのまま召し上がっていただいてもいいですし、うどんに乗っけていただいても美味しいです。これですね、うどんにあります、はい、うわ、お腹空いてきた。もう本当にお腹空いてやばいです。俺らアキラさんに、ね、買っちゃいましょう。アキラさんに、すごい。アキラさんにこれ買いましたんでね、ぜひ食べてください。ぜひ食べてください。深掘り。すいません、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、合計7点のご売上げで3911円でございます。 LINE Pay でやってみたいと思います。はい、これですね、これでバーコード、はい、あ、もうすぐ読み取ってくれる。あ、これで値段が3911円、あ、自分で売って、これで、あ、店員さんに3911円ね。この11円探したりするのもね、結構めんどくさいんですよね。支払いがもう完了してます。もう終わったの支払い。終わったもう。早っ、めっちゃ簡単やったね。うん、めっちゃ簡単だった。かなり会計スムーズですよね。めちゃめちゃ便利。あっという間。お土産参ります。深掘り。キャッシュレス決済を使う人は多いですか。だんだん増えてきてますね。あ、はい、やっぱりそうなんですね。コロナ期間での前と後で増えたりとかしてるんですか。現金使わないので、やっぱりそれがいいっていう方もやっぱりいらっしゃる。現金のやり取りがない分負担はかなり減りますよね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。深掘り。今日はキャッシュレス決済について体験してきました。体験してきました。矢城くん、どうでしたか。携帯1個でお会計ができるし、現金を使わないからその分店員さんの負担とか減るし。あ、そう、ね、すごいいいと思った。確かに、さっきの店員さんと実際やってみて接触がなくて、店員さんとの、ね、今のご時世なんか安全に買い物ができていいんじゃないかなと思いました。皆さんぜひ使っていきましょう。あきらさん、今回の任務は無事終了しました。それではバイバイ。バイバイ。深掘り。いやー、2人ともどうもありがとう。いや、坂口くんがねリラックスした感じで、で宮島くんもそれと合わせてリラックスしてる感じで、すごく分かりやすくて、楽しいリポートでした。ありがとうございました。ということで今回のキャッシュレス決済についてよく分かりました。暮らしを便利にするだけじゃなく、新型コロナウイルス感染低減にも一役買っているんですね。皆さんどんどん利用していきましょう。はい、あ、これは2人がお土産で買ってきてくれた、ありがとう。なんかね、うどんと牛すじ煮込み、いや、今晩食べたいと思います。ありがとう。今回の日本のキャッシュレス決済の比率がこんなにも低いっていうのは結構驚きましたね。世の中としてはかなり浸透してると思いきや、まあ、そうではなかったっていうのに正直かなり驚きました。
県の施設における利用料金などの支払いについても今後キャッシュレス決済の導入が予定されています。またですね、福岡県キャッシュレス導入総合情報サイトではキャッシュレス決済の最新情報やキャッシュレスに対する相談を受け付けています。皆さんもぜひご覧ください。さて今回はキャッシュレス決済について無事に深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのか、次回もお楽しみに。